生きてるみたいだ。コンビニか。何か使えるものがあるかもな。そこの2階だ。なんだ？ここ、あんたの家？部屋の封印を解除してくれ。俺の出番だな。
中に何があるんだ？入ればわかるよ。秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。なんだよこれ。気に入ったか。持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところだ。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見たか。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん。消された人間は5万から10万。なんだよそれ。まあ何人消えようが俺には関係ないかな。
ただこのどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。これってあんたの本？うん、ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた、子供の頃から普通じゃなかったのか。用がないなら出るぞ。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。だとマンションごと押しつぶす気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。他にもあるはずだ。
が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。数分だ、急げ。ゆっくりしている暇はないぞ。